谷口信てる、谷口信てる、谷口信てる、1971年5月18日隊は、広島県再帰郡、原発海地市出身のレーシングドライバー。16歳、1987年よりバイクに夢中になり、18歳、1989年でミニバイクレースで日本一に輝く。その後、 いくつかのバイクチームからのオファーもあり、ライダーのステップアップも考えていたが、バイクレースの帰り道にドリフトしながら、交差点を曲がっていく AE86 に遭遇し、ドリフトに興味を持ち始める。その時、知人からバイク運搬用として、松田ボンゴを購入予定だったが、松田 RX-7FC3S でドリフトしたいと思い、 いとこに相談するが、RX-7 は燃費が悪いと反対され、AE86 を勧められる。同時に近所にある知人の中古車販売店に60万円の AE86 が売られているのを勧められ、谷口は悩んだ末に AE86 を選択する。ここから、谷口のドライバーとしての人生がスタートする。本人曰く、あの時ボンゴを買っていたら、 ライダーになっていたと語っている。1996年に四国のアサンサーキットで開催されたビデオオプションが主催するドリフト大会、イカス・ハシリアチーム天国、通称イカンの中、四国大会に出場3位となり、全国大会の切符を手にする。ナスエクスプローラーサーキットで開催された第2回イカン全国大会では3位を獲得。 この時から雑誌などの取材が増え、谷口の長世に出始める。なおこの時の仕事はニトントラックで豆腐屋の配達をしていた。その後、モータージャーナリストを目指し28歳、1999年で上京し、バイトをしながら雑誌ドライバーを務め、2001年30歳からレーシングドライバーとしての活動を開始。最初のレースは、アルテッツァワンメイクレースだった。 2001年第2戦、第5戦、共に日光サーキットで勝利を飾り、シリーズチャンピオンの座をつかむ。第2戦で4輪に S タイヤ、この時は、ウェット用装着。第5戦では、ドライ用の S タイヤ4輪装着で優勝を飾り、S タイヤでも滑らせる技術を見せた。2002年 HKS のワークスドライバーとなり、HKS ハイパーシルビア、S15 に乗ることとなる。 しかし、シェイクダウン時運転していた土屋圭一がクラッシュをしてしまい、第1戦では自前の車に HKS のパーツを装着したものを使っていた。第2戦以降は HKS のワークスカーが復活し、早速、第2戦では優勝するが、第3戦以降度重なるシフトミスでの敗退、第3戦不久田第4戦吉岡、第5戦山下、そして第6戦で、 タイロットが折れるというマシントラブルなど上位には食い込むが表彰台にはあまり立てなかったためシリーズチャンピオンになることはできなかったがシリーズランキングでは2位を獲得した2003年この年もシリーズチャンピオンの候補に挙げられていたしかし第一戦で練習中エンジンブロースペアカーマイカーのブレーキパッドが剥離しそれを修理したところブレーキバランスが狂ってしまい 決勝1回戦でスピンしてしまい、追走に進出できなかった。第2戦では地元ながら、不得意な美北ハイランドサーキットで、しかも滑りやすい路面に、マシンが合わず、ベスト16にて敗退した。第3戦スポーツランドスゴでは、電気系のトラブルが発生し、予選落ちすることとなる。二ヶ月のブランクがあった第四戦富士スピードウェイでは、得意の超高速コースと復調したマシンの、 戦闘力が加わり、2位を獲得。待望の新車、ハイパーシルビア RSE-S15 が投入された第5戦で6位。そして最終戦つくばサーキットでは、今までのスピードだけの走りでなく、角度と白煙を RSE と共に、自分のものとした強烈な走りを披露した、この頃には、リアがセンチ単位でコントロールできると語っていた。しかし、 ベスト16に入る前のオープニングセレモニーで、オーバーレブから第一戦と同様に、エンジンブローが発生してしまう。セッティングも走りも全く違う RSI に乗り換え、追走序盤、ミキリュジとサドンデスを繰り返すなど苦労していたが、決勝まで進出。相手である、今村陽一のハーフスピンにも助けられ、シーズン初優勝を飾る。2004年第4戦、オートポリス。 大分県での優勝をはじめ、開幕戦、アーウィンデールスピードウェイ、アメリカカリフォルニア州、第2戦スポーツランドスゴ、宮城県での準優勝、第3戦、エビスサーキット、南コース、福島県での3位表彰台など、抜群の安定感を見せた。シリーズチャンピオン左右翼と言われていたが、第6戦のエビスで、乗り慣れた、HKS、元気ハイパーシルビア RSE、 S15 S から乗り換えた、HKS、レイシングパフォーマーイズ -220、RRTETSA、610が、ブーストがほとんどかからなくなるという突然の、マイナートラブルを起こし、シーズン初の1回戦落ちとなった。最終戦の筑波サーキットで巻き返しを図るも、追走1回戦、ベスト16でテールを止めきれずに、平岡秀夫に接触して敗退し、シリーズチャンピオンを逃した。 2005年第4戦、第7戦が、スーパー GT やスーパータイと重なるために不参加が、決定していた。第1戦、アーウィンデールでは、マシントラブルにより、ベスト16敗退。第2戦を台場でもプロペラシャフトが折れるという、予期できない、マシントラブルにより、決勝で敗退した。高速コースは得意としているはずだが、 第3戦スゴでは1本目を失敗したことによるリズムの崩れから1回戦で敗退した。第5戦エビスではベスト8にて、オリド・マナブとの GT ドライバー対決となったが、先行でアンダー、後追いでスピンをしてしまい敗退した。第6戦富士スピードウェイでは得意の高速コースと、あって期待されていたが、ベスト8にて詰まりすぎによるアンダーを出して敗退。 前述のようにここでシーズンを終えることとなる。2006年から2月24日に HKS が D1 グランプリからの撤退を発表した。所属していた谷口も他チームプライベート参戦は行わなかった。以前にも HKS 以外で D1 に出ることは考えられないという発言をしていた。2008年代2戦の富士で HKS is 220Z 二号機でスポット参戦。約二年ぶりの復活となる。練習から全然ダメだったと言いながらも、HKS の迅速なセッティングのおかげで、予選一回戦と尻上がりに調子を上げてゆく。一回戦を難なく通過したが、ベスト16で当たった水畑力にサドンデスの末に、敗れる。そしてを、ダイバーエキシビションにも参戦し、土曜日のベスト16で、熊。 久保信茂にまたもや、サドンデスの末に敗れるが、日曜日では、ベスト16で当たった、平岡秀夫が、観客席側に設けられた鉄柵に突き刺さるほどの大クラッシュに見舞われたことから不戦勝でベスト8に、進出を果たす。ベスト8では、手塚剛にサドンデスで敗れたものの、2年間のブランクを感じさせない走りを見せた。2009年度は、スケジュールの調整などを詰め、 フル参戦での復帰を目標に準備を進めていたが、結局参戦は実現しなかった。2011年度は、第3戦と第5戦、D1 チャンピオンズインセントレアにゲスト解説者として参加した。また、D1 チャンピオンズインセントレアにてデモ欄を披露。2012年、HKS& 谷口が実に7年ぶりにフル参戦で復帰。 マシンはアルテッツァから、これまた完全、HKS チューンのトヨタ86を投入。開幕戦からの予定だったが開発が間に合わず、開幕戦は従来のアルテッツァで参戦。その開幕戦をお台場は、追走に進出するもベスト16で、BMW3 シリーズに乗る上野高弘に敗れ13位に終わる。第2戦鈴鹿より86を投入し、 得意のレーシングコースで単走7位とつけ、追走でもベスト16で、肩を片岡達也に勝利するも、続くベスト8ではパワーに勝るトヨタマーク X に乗る、高橋国明に敗れごい。第三戦、オートポリスでは、天候が変わる、悪条件であった。単走こそ9位だが追走で、それぞれ末永直と、ベスト16、手塚強ベスト8に勝利し、得意のオートポリスで強さを見せるが、 ベスト4では C33 ローレルを軽くま、久保信茂の前に1本目のミスもあり敗退。ただし3位決定戦では佐久間達也に勝利し、自身では2005年の第2戦以来、86では初めての表彰台に上った。その後第4、5戦のエビス、さらに6戦のセントレアでは3戦、連続1回戦落ちと精細を変えてしまうが、 最終戦を台場では谷口らしい走りが戻り、単走ではシーズン最高の4位につけると追走でも楽々と、ベスト16で富士中学に勝利すると、ベスト8ではまたもパーに勝るマーク E に乗る斉藤、第五と対決、パワー差では斉藤に劣る谷口だが一本目は、ストレートで斉藤を引き離し、インをさせない走りでアドバンテージを得ると二本目では、インにつくドリフトを見せ、斉藤に勝利、 なお斉藤は優勝すれば、チャンピオンの可能性があったが、この敗戦でチャンピオンは熊、久保のものとなった。ベスト4こそこのラウンド単走から好調の内海、ラ野に敗れ決勝進出はならなかったが3位。決定戦では、オートポリスと同じく、佐久間との対決で勝利を飾り2度目の3位、表彰台を獲得した。2013年も引き続き、HKS。 レイシングパフォーマー86でフル参戦予定。全日本 GT 選手権、スーパー GT では2002年より GT300 クラスに参戦。当時は RE アマミヤからマツダ RX-7 でのエントリーで、早くも第4戦で初優勝を遂げた。2004年からレイシングプロジェクトバンドをバンドを紹介に移籍。当初は、 元の FF から FR 化されたとヨタセリカの挙動変化に戸惑っていたそうだが、その後マシンの挙動をものにしたという。この年は第2戦で優勝し、シリーズ5位となった。2005年はシリーズ7位に終わった。2006年にはチームをリレクシブに移籍し、2006年度第3戦、終了時点でポイントランキングトップに立つが、同年8月には、 ディレクシブがシーズン途中ながら事実上、モータースポーツ界から撤退してしまったため、R&D スポーツにチーム丸ごと移籍。第7戦まではトップのままシーズンを順調に過ごしていたが、第8戦以降はノーポイントに終わり、結局ドライバーズランキング3位で終了した。2007年はチーム第3に移籍。 マシンが5年前の旧型ポルシェということやチームメイト、山地慎一が体調不良による欠場など2年続けて不安の多いシーズンだったが、旧型車の性能優遇措置を活かし、メインストレートが長く、テクニカルコーナーが少ないツインリンク、モテギア、富士スピードウェイではダント突の速さを見せ、年間2勝の活躍でランキング6位の成績を残す。 2008年も引き続きチーム退散から参戦。マシンの熟成が進んできたこともあり、開幕から2戦連続表彰台に上る。第7戦、ツインリンクモテギでは、自身初のポールポジションを獲得する。チャンピオン争いの天皇さんとなった第8戦、オートポリスでは、2位走行中に、パートナーの山地慎一が、GT500 の車に接触され4位に交代。 さらに19号車にも追突され、ノーポイントに終わったためタイトル争いから脱落した。最終戦富士では優勝し、ランキング3位の成績を残した。2009年は、古巣の RE ・山宮に復帰。開幕からしぶとい走りと、チームのタイヤ無効換作戦が功を奏し4戦、連続表彰台に乗りランキングトップに立った。特に第4戦セパンでは、 接触によりほぼ最後尾まで落ちたものの、そこから怒涛の追い上げを見せ、タイヤ無交換も成功し3位表彰台を獲得した。最終戦は2位で終わり、シリーズ2位で終えた。2010年は引き続き RE ンやマミヤから参戦。開幕戦はポールポジションからスタートし、オープニングラップでコースアウトするものの得意のタイヤ無交換作戦で優勝を飾ると、 セパンでも優勝を果たして2勝を挙げるものの、マシントラブルやシーズン途中の性能調整に足を引っ張られたのかそれ以外のレースで大量得点を得られず、シーズン3位で終えることとなった。2011年はスパーグッド初の板車チームである、グッドスマイルレーシングの初ネミク BMW Z4 GT3 での参戦。第三戦セパンでは圧倒的なストレートスピードを武器に、 ポール・トゥ・ウィンを果たした。その後、シーズン途中の性能調整を受けるも参照し、GT 参戦10年目にして、自身初のシリーズチャンピオンを獲得した。ジャフグランプリ1日目では、タイヤ選択のミスにより予選は振るわなかったが、本戦では、そのストレートスピードを武器にして首位に立つ。その後、最終ラップの最終コーナーでハンクックの藤井に、一旦かわされるものの、直線で、 オーバーテイクを果たし優勝した。2012年以降もグッドスマイルレーシングの BMW Z4 GT3 で移籍してきた片岡達也と共に参戦。2012年は優勝1回するもガスケットラブルや性能調整に苦しむ形でシーズン5位に終わった。2013年はジャフ GT 勢が猛威を振るう中で ポイント圏外や鈴鹿 1000km でのレース後の車両検査でリストリクターのトラブルによって失格になるという風に遭う。それでも終盤でに連勝しシリーズチャンピオンの可能性を残して最終戦に臨むが結局シーズン3位に終わる。2014年は GT300 としては初めて開幕に連勝を果たし順調なシーズンを切ることができたが中盤は 他者との接触や雨天での作戦ミスによりポイントを取れない時期が続いた。終盤ではウェイトハンデに苦しみながらもポイントを重ねチームとして初めてドライバーズランキングトップで最終戦を迎える。最終戦のモテギでは練習走行からセッティングに苦しむが予選では大幅なセッティング変更が功を総し3番手につける。本戦では仮に ゲイナーが勝利をした場合3位以内に入ればシリーズチャンピオンを獲得できる状況の中で後半のスティントを担当しアウディの猛追を振り切り3年ぶりとなる2度目のシリーズチャンピオンを獲得した2015年では2012年以来となるデフェンディングチャンピオンとしてカーナンバー0をつけて参戦車種は前年まで使用していた初 BMW z g t から メルセデス・ベンツ SLS に変更しての参戦となった。また、現行レースとなってから GT300 においては、連覇を果たしたチームが皆無であることから連覇の異業に挑戦するシーズンでもあった。しかし、シーズンでは、レギュレーションの影響もあってか開幕戦から苦戦が続く。結局、最終戦では2位表彰台を獲得したものの、1年を通して、 優勝は愚か表彰台もこのレースのみとなった。2016年では、前年と変わらず片岡達也とのコンビで参戦。車種が SLS から AMG に変更となる。シーズンでは、開幕戦を2位と、好調な滑り出しを見せたものの、ストレートスピードが極端に遅いという問題を抱え、苦戦が続く。それでも安定した成績を残し、 また車も後半になるにつれて調子を上げていった結果、最終戦のモテギでは3位表彰台を飾り、シーズン5位で終わる。2017年では、前年に引き続き片岡達也、車種は AMG で参戦。開幕戦の岡山の予選にて2番手につける。決勝では、赤旗が出るなど荒れた展開ながらも3年ぶりに優勝を飾る。インタビューの際には、 いつものように冗談を言いつつも涙を見せた。その後も順調にポイントを重ね、3年ぶりの GT300 のチャンピオンを獲得した。スーパー耐久には早くから参戦しており、8度のクラスチャンピオンに輝いている。2011年には GT300、シビックインターと合わせて ST-1 クラスも制覇し、国内ツーリングカー3冠という快挙を達成した。 この実績もあり、GT500 や F1 乗車経験がないのにもかかわらず、特例でのプラチナドライバー認定を受けている。86、BRZ レースにも KTMS、神戸トヨペットモータースポーツから参戦し、2014年、2015年と連覇している。つくばサーキットにおけるスーパーラップには2001から2002シーズンから登場した。最初は、 ラーマン山田、土屋圭一、飯田明、折戸学部の影に隠れていた。本人曰く、ドリフト上がり、イコール強いオーバーステア傾向の車を運転していたなのに、いきなりアンダーステアのセッティングをしなければいけないのが大変だったと述べている。しかし2002から2003シーズン以降は当角を、表し、RE、ア宮ミ,ミューサンローター7にて N。 A 社当時最速の58秒8を叩き出し、トップクラスのスーパーラッパーとなる。2003から2004シーズン、ダンサーエボリューション5、CTQA をベースに、HKS がチューニングした、HKSTRB-02、つくばレコードブレーカー02で、つくばサーキットチューニングカー最速タイムとなる55秒フラットを、叩き出しレコード保持者となり、後日55秒切りを達成した。 しかしその後のセッティング欄中に第一ヘアピンでスポンジパッドに全開で突っ込み車両価格推定1000万円のマシンをスクラップにしてしまった。それでも2004から2005シーズン、そして2005から2006シーズンにおいてこのタイムを超える車は登場しなかったが2006から2007シーズンにランサーエボリューションラインをベースにした。 HKSCT230R で53秒589を記録し最速レコードを更新した。谷口は2012年までチューニングカーにおけるつくばレコードホルダーであった2013年にアンダースズキがスコーチアドボンシルビア S15 で更新52秒649。現在はこの CT230R で出した4。 WD レコードの他に、前述の D1 車両レコード、HKS、ハイパーシルビア RSE にて、そして4度アシャ、レコード、レイシングパフォーマーイズ -220R にて、後に、CT230R が更新の3部門でのレコードホルダーとなっている。トップフーエル s 2 0 0 0 r r 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。